井一馬のこいちゃーんということで、今日2本目です。小泉一馬、長野市議会議員、オレンジのおっちゃん、あなたの議員でございます。というわけで、今日ね、説明があったお話の第2弾ね、あのね、長野ベジライフ宣言ということで、ハッピーカミングということをね、長野市は始めるそうなんです。これ何かっていうとね、まあ、要するに先ベジですよ、先ベジ。あの加藤市長がね、なんだっけ、大岡の診療所の内場先生なんかと一緒に組んで、新聞でね、露出かけてるじゃないですか。あれ、うまいやり方考えましたよね。で、そう、あの、選挙運動としてっていうことですよ。で、それでね、それに飽き足らずというべきか、もっとやっていかなきゃいけない。まあ、市民のね、健康をもっとアップしていかなきゃいけない。まあ、それはいいでしょう。で、長野ベジライフ宣言、ハッピーカミング1230ということで、今日ね、一緒に説明を受けた西村議員なんかはね、ハッピーカミングってちょっと英語としておかしいとか、そういうツッコミを入れてましたけど、まあ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 っていうところでね。まあ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 。で、あの、要するに、先にご飯の食べるときに先にお野菜食べましょうねってことなんですよ。でね、はじめ野菜から食べよう。1です。で、2はね、握り拳2つ分。で、3時は30回噛めと。要するにそういうことなんです。でね、あの、小泉一馬、それ自体はまあいいでしょう。やっていただいてね、あの、市民の健康を守るためですから、いいんじゃないですかということですけども、それよりね、今日聞いてて、一つね、新たに勉強になったお話は何かっていうと、これ、そもそもなんでやるかっていうとね、糖尿病のリスクがある方っていうのが長野市結構多いんですって、この地図ね。もらいまして見たらね、このなんかこの何このハッチ黒い、なんだ格子状になっているところが、その糖尿病の指標である HbA1c っていうのが多い人らしいんですよ。で、長野市結構高いですよね。え、なんでなんですかって聞いたら、いやー、あの、砂糖の消費量が全国的に見ても多い。それから調理パンね、それも多いんだそうです。で、調理パンってあの、ほら、焼きそばパンみたいなやつですよ。ビッグマックみたいな。ああいうの、長野県民、長野市民、意外なことにも大好きなんですって。砂糖の調理量多いんですかってびっくりしちゃったんですけど、そういう意識ね、あんまりなかったから、小泉としては。でもね、そうらしいですよ。なんか、例えば梅酒つけるとね、ガンガン氷砂糖入れるじゃないですか。あ、うまいうまいって飲んでる。まあ、それは砂糖いっぱい入ってますわね。で、調理パンはそんなに俺食ってる自覚もないんだけど、統計上は優位にそれが出てるんだそうですよ。で、焼きそばパンなんか、炭水化物、温炭水化物でうまいうまいってね、食っちゃってる。あ、それはよろしくないよねって。だから、小泉一馬が思うには、それ先ベジも大事ですよ。先にご飯じゃない、ご飯の前に野菜食べて食物繊維取るとね、あの、糖の吸収が穏やかになって健康だって、それはそれでいい取り組みだと思うけれども、そもそも論としてはね、このね、砂糖の消費量を抑える、そして調理パン、そんなに焼きそばパンみたいなバカすか食えんなということをね、食生活自体を改めなきゃいけないんじゃないですか。そういうキャンペーンもやる必要がありますよね。むしろそっちが必要じゃないんですかって言ったら、まあ、一緒にやっていきますって、そう簡単に軽くあしらわれちゃいましたけど、だから皆さんもね、俺っちを含めた長野の地域の何食生活ってそうなんだって、そういうね、ちょっと自覚持った方がいいかもしれません。小泉も自覚を新たにいたしました。皆さんも一緒に長生きしましょう。小泉一馬でした。